品川区立富士県大中学校は東京都品川区西大井五丁目にある区立中学校。太平洋戦争後の学生改革の実施から品川区立伊藤中学校が1947年に開校。しかし、戦災地復興で近隣の急速な人口増加よる学校不足から中学校建設の儀が起こった。公明は先に 品川区立伊藤中学校が開校されていたため、地元大井伊藤町に由来する伊藤を冠することができなかった。そこで、大井地区最生誕に地にあり富士山を望むことができることから富士県大となった。富ではなく富を採用したのは、武漢無りの点があるのは上から抑えられ生徒たちが伸びることができないという理由からである。現在の校舎からもわずかではあるが、晴れた日には、 富士を望むことができる。1954年3月設立認可が不利、同年4月1日品川区立伊藤中学校の10、教室を借用開校された。同年9月1日に現在地で新校舎入校式、新校舎へと移転する。18日に第1期校舎落成式が行われた。現在地へ移転した当時、高知買収が進行中だったため、 校庭の真ん中に民家が存在し、プールも建設されていなかった。そのため、体育の授業は民家を挟んだ校庭で、プールの授業は近所にある、品川区立伊東小学校で行われていた。品川区の他の小中学校と同様に、小中一貫教育を推進している。施設分離型連携校は、品川区立伊東小学校、品川区立上新名小学校、 2011年度より施設分離型一貫校として伊藤小学校と小中一貫教育を進める。2010年より小中一貫連携校である3校の統一教育目標を制定。ありがとうございます。